やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッとジジネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。2023年世界フィギュアスケート選手権を占うの1回目でございます。はい、基本的に1日2本動画アップしてます。個人鑑定の申し込み方法はリニューアルして動画概要欄に書いてありますので、よくご覧になって申し込みくださいませ。お知らせ3つあります。オンラインサロンは2つあってですね、1個目、たまきの人生向上委員会。こっちは YouTube でアップできない動画アップしたり、週間運勢とかやってますんで、オンラインサロン二つ目、マチュール。こっちは、人生後半戦長いので、誰とどう生きるか、お金、介護、仕事をどうするかっていうのを真剣に話す場です。で、ズバッとタロット。これは、丁寧に意味を書きましたので、すぐ簡単に占います。ぜひ、Amazon とかで売ってます。はい。さて、フィギュアスケート選手権。書き出したら人が多くて、2回に分けないとちょっと無理かなということで、今日は女子シングルとペアからやりますね。ちょっと順番が早い順に、なんだ、本番のその順番がね、そう、確か女子とかペアが早かったよね。なので先に占っちゃいます。いや、野球もあるからさ、なんか大変。もう、スポーツばっかりで。この日に何をアップしようみたいなのが、はい、大変です。さて、じゃあ、行きますか。女子シングル。坂本香織さんは3位以内に入るか。三原舞依さん、同じく。渡辺凛香さんはどうか。で、文章じゃない。なんかメモ帳でこう、名前だーって箇条書きにして一覧にしたのをスクショ貼りますけれども、この一覧の中の候補の中で、良さげな人、他にね、海外の人も、なんかこの方々が見どころだよみたいなのをこうネットで探して一覧にしましたので、この中から良さげな人、成績良さげな人は誰かっていうのをちょっと占おうかと思います。で、ペア、りくりゅうペアっていうのはりくりゅうコンビじゃない、ペア。はい。が優勝するかどうかですね。ペアについてはリクエストで特に言及がなかったので、そう、アイスダンスはね、カナダイが優勝するかって書いたら、いや、優勝はないない、10位内でみたいって皆さんおっしゃってくださって、そうだったけど、ペアに関してはじゃあ、りくりゅう優勝するだけでいいかな。あとどんな演技になるかみたいな感じで、占っていきますね。フィギュアスケートは比較的毎年、なんか、当たってる感があるので、そうなんですよ。今、野球が当たらなくて今大変で、大変なんですよ。まず、ダイヤルかなだけで見ようかな。まず、坂本香織さんは3位内に入りますか？ちなみに、まあ、いつもの通り、毎回、まあ、どのスポーツに関してですけれども、深い事情は分かっておりません。深いところが浅い事情も何も知りません。誰が、実は体調が悪いとか、怪我してるとか、復帰したばかりとか、そういう事情は一切知らないので、坂本香織さん、でも長くなんか体調不良かなんかしてなかったっけ？わかんないと、すごい遠い気を、お前それ随分昔の情報だなとか言われたけど、わかんない、そのくらいわかんない。坂本香織さん3位内に入るか、ああ、よくないな。悪魔か。怪我とかしてた？それこそ本当に。ズバッと出ました。いや、難しいかな。うん、難しい。3位内に入るマックスを 100% とすると、20%、10から20% って言っておきます。対策注意点にも死神が出てるでしょ？いや、なんか、怪我とかしないでほしいです。うん。気をつけて滑ってほしい。続いて、三原舞依さん。本当はさ、時間があったらそれは調べたいよ、下調べを。この方は今どうなのかな、みたいな。せめて過去1年くらい元気だったかなくらいは調べたいんだけど、忙しすぎてですね、そんな余裕もなく、隙間時間って何みたいな感じなんで、何も知らずに占います、ひたすら。三原舞依さん、太陽の逆か。ああ、そこいいんだな、ズバッと出ました。太陽、正位置だったら完璧だったのに、これが。正位置だったら、うわ、もう1位だなって思ったんだけど、逆か、ちょっと待って。
80% っていう感じ。でも、すごくいいです。太陽の逆と運命。そうだね。この 80% が 100% になるには、運、プラス 20% は、運にすごい左右されそうですね。うん。すごくいい演技をしそうなのは分かった。あと 20% 運の部分どうか。続いて、渡辺凛花さん。この方初めてお名前を聞いたわ。若いのかな？渡辺凛花さん。戦車の逆。底力はありそうだけど、ズバッと出ました。いや、期待はしていいです。絶望をする必要はないんだけれど、3位内に入るか、点数で言うと、微妙50点半分くらい。50% くらい。何がダメかというと、止まってしまいそうなんだな、なんかどっかで。止まるっていうと、まあ、転倒とかなのかな。なんだろう、あと、方が逆向いてるね。なんか審査員に対してあんまりアピールできないとか、底力とか粘り強さはすごいあるんですよ。実力とか。だからちょっと半くらいな感じ。ちょっと坂本香織さん。あ、それぞれどんな雰囲気の演技になるかっていうのを見ましょうか、日本人。ね。坂本香織さん。悪魔のカードが出てしまったけれども、どんな感じになるか。ズバッと出ました。ああ、どんな演技をするかっていうのを見ると、これは悪くないんだね。とても創造的な、こう魅力的な演技をすごいしそうだし、なんか情熱とか魅力的な見せる技術もあるし、なんかこうプレッシャーからも解放されてるし、ただなんだろうな、この辺がぐちゃぐちゃってしてんだよね。なんかこうトラブルとかさ、何こんがらがってる角。こんがらがってるって難しいね。スケートでこんがらがってるってなんだろう。そうね。いやでも、3位内に入るってさっき聞いた、そこまでの悪いカードはどんな演技かっていうカードであんま出なかったんだよ。あ、でもただタワーが出てるね。なんだろう。本当になんか怪我でもしてた。なんか痛い感じが出てるの。痛いみたいな。実際。痛みでも何かあるんですかね。体に。うん。そんなのが結構ダイレクトに出てるんだけど、きついところでもあんのかな。そうだなぁ。まあ演技自体は、多分見てる私たちからは、すごくよ、素敵よって思うんだけど、本人はきついと思うの、なんか。うん。そんな感じが出てる。で、三原舞さん。めっちゃいいカードが出たけど、三原舞さん。3位内に入るわ。めちゃくちゃいいカードが出ましたけれど、どんな感じでしょうか。タワーが出た三原さん、最初に。ズバッと出ました。三原さん、最初に、大きなミスとかに気をつけてほしいかな。でも、最初にミスしても、そっから、こう、一気にこう、すぐ切り替えられそうなのよ。で、見ていて、あ、なんか、ご本人の気持ちも、見てるこちらも、なんか安心して見られるみたいな感じがあるかな。そうだね。うん。最初飛ぶじゃん。そこが、ちょっとハラハラするかもね。かもね、うん。続いて、渡辺凛花さん、どんな演技になるか。世の中で一番、世の中っていうか、まあ、日本とかで一番お金がかかる習い事って、フィギュアスケートなのかしら。ゴルフとか？なんだろうね。でも、フィギュアスケートは、なんかさ、実際やってる人に聞いたところ、とんでもない額だね、あれはね。ちょっと、すごい、かなり稼いでないと、ちょっと、厳しいなっていうのは、ちょっと実感したよね。うん。
なんか、なんか年収3000万くらいないと厳しいかなってちょっと思うぐらいの金額をなんか聞いた感じ、イメージだと。すごい世界だなぁと思って。いや、そりゃ、親も子もね、本気ですよね。いや、どの習い事でもそうだけどね。親がいかにこう、まあ、受験もだけど、親、なんかあったじゃん。受験の漫画で、親がいかに狂えるかみたいな。なんかこういう世界もそうだろうなと思って。まあ、何でもそうだけどね、スポーツもだけどね。あ、そう、これスポーツだけど、スポーツ、芸術もだけど、芸術とかスポーツとか。渡辺さん、五分五分と出た渡辺さん。最初はすごく安定してそう。中盤マンネリのカードが出まして、ズバッと出ました。あ、でもそんなに悪くないけどな、渡辺さん。ずっと最初から最後まで。若干、なんだろう、こう、楽しさがないみたいな感じ。あの、生き生きとはつらつとこう、魅力的に見せて、こう、見てるこっちがキュンってするような感じじゃなくて、ちょっとこう、平坦な感じみたいなのがこう中盤から後半にかけてなんかありそうな気がするけど、でもそんなに悪くない。うん。悪くない。でっかい失敗みたいな感じは出てない。なるほどね。うん。じゃあ、候補の中で、候補ね、こうあの、今スクショを出しますね、上に。名前。坂本美原、渡辺、ルナ・ヘンドリックス、アナスタシア、グバノア、イ・ヘイン、イザボー・レビット、キム・イエリム、ブレイディ・テネル。何人だ ?1,2,3,4,5,6,7,8、9人。9人を一気に見ます。9人見ますね。多いからカードが重なっちゃうと思うけど。あ、やっぱ坂本さんタワーが出るんだ。そうっすか。三原さんはいいね。三原さんはすごくいい。渡辺さん、やりすぎ？いや、なんだろう。ペンタクル、さっきの平坦みたいな感じ。やっぱり。うん。で、ルナ・ヘンドリックスさん、あんまり。アナスタシアさん、太陽、あ、逆か、でもまあまあいいかな。イーヘレン、イーヘインさん、あ、いいですね。イザボー・レビットさんの、キム・イエリムさん、八方下がり、プレイディ・テンターナルさん、あ、いい。あー、優勝争い、誰かな？いや、でも、三原さんめっちゃいいよ、でも。三原さん、渡辺さんはやっぱなんか平坦な感じ。坂本さんはちょっと厳しいかな。うん。怪我、アクシデント、トラブルに注意。で、ルナ・ヘンドリックスさんは、これね、泥棒カードなんだけど、まあなんか移動するみたいな意味もあるけど、まあまあ、でもあんまり良くないかな。アナスタシア・グバノワさん、いいです。で、イーヘインさんもとてもいい。イザボー・デビットさんはあんま良くない。キム・ウィリムさんは八方下がりなのですごい悪い。ブレイディ・テネルさんもすごくいい。この4人がとてもいいと思います。はい。続いて、ペアか。ペア。陸流、優勝する。なんかこれ前も同じこと聞いてんだけど、このペアとかアイスダンスとかのカップルは、どのくらい、プライベートでも親しいのかしらっていうのは個人的に気になってる。実際結婚してる人とかも、とか恋人とかもいそうだよね。じゃないとあんなに、だってね、一心同体で、息合わせてやるの難しくない？なんか、本当に仲良くないと。ね、信頼しちゃって本当に好きよってね、いう関係か、もしくはもう
やってるうちに好きになるくらいじゃないと、なんか。りくりゅう優勝するか。マジシャンの逆。あっと、厳しいガードが出てしまった。なんだろうか。ズボッと出ました。でも対策シューティングは太陽なんだ。え、なんだろう。失敗とかするけど、でも他にいないのかな。なんだろうな。もう息はぴったりですよ。ただ、何かしらこう、なんかアクシデントとかありそうだね。なんか失敗みたいなのは。でも対策シューティングに太陽が出ると、気にすんな、みたいな感じなの。なんか、ポジティブなんだよ。優勝するか聞いたんだけど、キーになるカードは悪いのに、対策注意点対応。困ったな。難しい出方をしたな。どうしよう、どうしよう。優勝するか。いや、普通にこれだけだったらちょっと難しいかなって思うんだけど、この対策注意点の対応が全てを書き消すこともあって、いや、ちょっとくらいね、なんかミスありそうだけど、大丈夫だよ。他が追いつかないよ、みたいな、そういうポジティブなことを言ってるのかな、とも思ったりしないでもないね。難しいな。あ、難しい。もうちょっとなんかわかりやすく、あ、こういう時は、こうしよう。りくりゅうペア見てて、玉木の気持ちはどうなるみたいな。りくりゅうペアの演技と結果を見て、玉木はどんな気持ちになるって見たら、多分それでわかるかな。私の気持ちを、彼らの演技と結果を見て、どんな気持ちになるか。あ、やっぱマジシャンの逆なんだ。ほう、なんだろう。わかりやすい失敗するのかな。ズバッと出ました。はあ、じゃあ、優勝じゃないのかな。難しいね。難しい。ノーかな。2位とかあり得るかもね。2位、3位。なんか、何かしら技術的なことで失敗がありそうな感じが出ております。なので、まとめます。と、まず、坂本香里さんちょっと厳しそうなんだよね。この全体で見ても個人で見てもちょっと厳しいかな。3位以内。三原さんは絶対入るって言っていいと思う。しかも1位とか2位とか。すごい上の方だと思う。渡辺さんは微妙かな。そうだね。全員見た中だとちょっと厳しいかな。で、候補の中で良さそうな人っていうのはちょっとここ、いっぱいいるの、何人いたっけ ?4 人だっけ ?4 人いましたよね。はい、で、りくりゅう優勝するか。ちょっと微妙三角。なんかマジシャンの逆が2回も出て、マジシャンの逆、スキル不足とかなのね。怪我とかもある。怪我とか失敗とか、技術的スキル、の部分での何かマイナスみたいなのがありそうなの。息はぴったりなんだけど、恋人のカードが出てるから。どうかなぁ ?1、優勝ではなくて2位とか3位とか、なんか1位ではないのかなって思っちゃったりしました。ね、答え合わせが近いですね。いや、皆さん頑張ってほしいです。応援しておりますよ、本当に。では、じゃんけんいきましょう。たまーき、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。チョキなので、グーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。